今日は13日の金曜日。もう、わかりますよね。ジェイソン対ヒレオくん、今宵、二人の戦いが、また、行われようとしています。選手、入場。赤コーナー、ジェイソン。俺はジェイソン。13日の金曜日といえば、俺の日だ。今日はヒレオをボコボコにしていくぜ。青コーナー、ヒレオ。ん？僕なんでこんなとこいるの？風呂に入ってたのに。急にここに呼び出されて、なんだ？今回は普通に対マンさせましょう。今まで3本勝負してたんですけど、今日はもう対マン。シンプルにどっちが強いか、競ってもらいましょう。罵り合いから始まってる。さあ、戦いが開始されました。ヒレオくんは若葉シューターですね。ちょっと射程が見て、おっとやられてしまう。紹介してる最中にやられてしまったヒレオくん。おい、ザーコ、ザーコ。めちゃくちゃ煽ってますね。さあ、第2試合が始まりました。さあ、スプラシューターを使ってるのはジェイソン。ジェイソンの方が射程が長いので、ボムさえ当たらなければ、おっとちょっと見えませんね。さあ、ジェイソン、ここで倒すことはできるのか。今、ジェイソンが1勝で勝っております。ヒレオくん、このまま詰めて詰めて詰めて倒しに行けるか、やられてしまう。ヒレオかなわぬ。俺に勝とうなんて3年早いんだ。また煽ってますね。さあ、3戦目が始まりました。ヒレオくん、このままでは負けてしまいます。ここで景気よく、ジェイソンをキルしていきたいところ。さあ、ボムを投げるが、これはやられてしまう。ヒレオじゃ勝てぬ。勝てねえ。くそ、強え、ジェイソン。勝てねえ。どうすればいいんだ。そうだ。おい、みんな、来てくれ。こっちに来るんだ。仲間たち、いっぱい出てきた。ヒレオくん、ちょっとずるいですね。仲間を呼んで4人になりました。さあ、ボムを使った時点でお一人倒していく。だけど、まだ3人いるヒレオくん。ヒレオ軍団と名付けましょうか。ヒレオ軍団。さあ、3人でジェイソンを追い詰めていくが、ジェイソン、これは結構きつい。動きづらそうだ。倒しに行って、ボムを使って、いや、倒せず、一回待って、お、ナイス、うまいですね。さあ、あと残りは2人。ヒレオは2人になりました。2人ならなんとかいけるのか？ジェイソン、ぐいぐい攻めております。かわしながら、ダイナモをかわしながら、うまいですね、ジェイソン。壁も使って、ボムを使う。お、2人を分断させていく。まずは、奥のジェイソンを倒し、今度は手前のジェイソンを、倒していく！てか、ヒレオくん。ヒレオくん4人で勝てねえのかよ。何してんだヒレオくん。チャンネル登録よろしく。